栃木、そして栃木 SC のサッカーにとって今日が新しい歴史のスタートになります。未来へのキックオフです。前半の45分始まります。逆サイドへボールが入ってきて森です。森打ってきた。そして秋元、もう一回ふわっと浮かせる矢野、折り返したところは、オフサイドでした。柳の後のプレーについて当たってないですね。そのまま秋元のところ来たんですね、はい、でうまく振り抜きましたね。でその後自分の場所に落ちてきてフォアを狙ったんです。高橋、あ、岩間の食いつき、ここからチャンスになるか、矢野打ってくる。岩間のいいディフェンスからのショートカウンターです。栃木はゴールキーパー川田、そしてディフェンス高杉と菅、シュートを打っていきますが上です。でもそんなにやってることは難しい、まあ、シンプルに塩田からダイレクト長いボール、矢野騎士を競っていい距離感で秋元シュートまでと。山本から中へ入れようとしましたがもう一回拾って矢野、狭いところで受ける、矢野どうか、シュートだー、壊れたところ、ゲリアクリアする。まあナイスキーパーでしたね。スタイル取りましたけど、はっきりしたプレーっていうのはちょっと求められますね、この時間帯ね、千葉の方はね、はい、してここで拾う。さあ木本、山本、山本からファーダー、折り返して矢野だ、上だ。山本よく見てましたね、ですよね、その背中のポジションをうまく取って折り返したんですけどね。そしてサイドへ黒崎、いいクロスを持っていますが西谷祐希に任せる、ヘディングシュート、柳、栃木先制点。関西スタジアム栃木のファーストゴールは柳。今シーズン何回もアディショナルタイムにドラマを起こした男、その柳が少しやり直して下げたところ、西谷から斜めに柳ですよね、はい、まあ、ちょうど間なんですけど、まあ、強かったですね、まあ、ゲリアの対応して少し体寄せられてるんですけど、まあ、超えてきたところうまく当てましたね、まあ、この西谷のボールも非常に良かったと思います。本当にいいところ飛びましたけどね、まあ、柳の頭のこの当て方、まあ、おそらく狙ってたというよりも当てなければっていうところの気持ちの方が強かったと思いますけど、いいところ飛びましたね。岡主審が時計を見ます。試合終了、栃木 SC1 対0。